敵を城に通すことはできませぬ。あ、そなたの申す通りじゃ。さすが本多忠勝の気性を受け継ぐ娘よ。信行には過ぎたる嫁じゃ。おお、無事に生まれたか。この娘は稲姫と名付ける。いずれ迎える婚姻のためにもつつましく育ってほしいものじゃ。小松姫は天正元年1573年に徳川家重臣の本多忠勝の娘としてこの世に誕生します。なぎなたは重いですね。ですが武家の娘としてこれくらいは。姫様、何をされているのですか。お怪我をされたらどうするのです。いざという時は私が家を守ります。これくらい扱えなくてどうするのです。勇猛で知られた父の影響もあってか、たくましく育ち小松姫と名を変えます。そんな彼女の勇敢さが伝わるエピソードもあります。助けてくれ、イノシシが襲ってくるぞ。私にお任せを。なんとか竹やぶへ撃退できましたか。おお、ありがとうございます。見ろ、姫様が日に照らされ輝いておる。お天道様もお認めになったぞ。輝く姫様、かぐや姫様じゃ。こうしてかぐや姫と呼ばれるようになったと伝わっています。またこの地域、千葉県の大滝では、タケノコを使った炊き込みご飯のことをかぐやご飯とも言うそうです。旧武田領をめぐる真田との戦いも終わりにする時じゃ。真田と関係を維持するためにも婚姻できれば望ましいが、わしには姫がおらぬ。僭越ながらわしには年頃の娘がおります。真田のせがれであれば申し分ない。殿の養女としてからお使いくだされ。こうして稲姫改め小松姫は真田信行に嫁ぐこととなります。またこのような話もあります。私の夫になるものを集めていただきました。それでは順に顔を見てみましょう。さあ。えい、無礼者、恥を知れ。わざと無礼な振る舞いをする小松姫の方を信行は鉄線で叩いたそう。なんと気骨のあるお方じゃ。試すような真似をして申し訳ありませぬ。ぜひおそばに仕えさせてください。諸説ありますが、このような逸話も残っていますね。こうして真田家に嫁いだ小松姫は信行を支え円満な夫婦生活を送ったようです。ですがそんな二人に暗雲が迫っていました。近頃は太閤殿下が亡くなり、豊臣家臣団に不穏な動きがある。この機に徳川殿が勢力を伸ばし、近いうちに豊臣家と衝突することになるじゃろう。わしも同感です。では我らは徳川殿にお味方いたしましょうか。いや、万一のこともある。家を残すためにわしと信繁は敵方である石田につく。これでどちらが勝っても家を残せるな。ではこれが最後の別れかもしれませぬ。父上、信繁達者で。このように真田家は二分され、小松姫を妻に迎えていた信行は徳川方として参戦します。信行様、おつらい決断でした。ですがこれも武家の定め、共に参ります。うむ、頼りにしておるぞ。ではわしは徳川殿のもとへ挨拶に行ってまいる。留守は任せたぞ。はい、行ってらっしゃいませ。留守を守っていた小松姫ですが、なんとその前に義父の正行が姿を現します。おお、小松殿、久方ぶりじゃ。これは父上、お久しぶりにございます。実は願いがあっての、孫の顔を見るのはこれが最後やもしれぬ。一目見さしてはくれぬか。それはできぬ相談です。たとえ父上であっても、今は敵味方の間柄、敵を城に通すことはできませぬ。あ、そなたの申す通りじゃ。さすが本多忠勝の気性を受け継ぐ娘よ。信行には過ぎたる嫁じゃ。甲冑を身にまとい義父を相手に一喝した小松姫でしたが、実はその裏で配慮もしていたそう。父上に使者を送ります。私たちは準備をしましょう。ほう、小松殿から使者か。何々、昇格寺へ来いとな。父上、お待ちしておりました。お前たちも出ておいでなさい。おお、孫を連れてきてくれたのか。顔を見るのは最後やもしれぬ。小松殿、礼を申すぞ。信行を頼んだぞ。はい、この身に変えましてもお家を守ります。そうして別れを済ませた小松姫は城に戻り、見事守り抜いたと伝わっています。戦後処理を行う。信行を、お主に父親の領地上田を預ける。見事収めてみよう。ははっ。この上田は交通の要所であり、多くの大名行列が通ったそう。
江戸へのお勤めとはご苦労なことです。そうですわ、その行列を止めるよう家臣を送りなさい。なんじゃ、行列が止まっておるぞ。私は徳川内府の娘、小松と申します。この献上品は幕府へのものでしょうか？ええ、さようにございます。でしたらその娘である私がいただいても問題ありませぬな。この献上品は小松がいただいたという手形を渡します。こちらを幕府へお届けください。なんという無茶苦茶な。こうして小松姫は献上品を奪い取ってしまったとか。この話は幕府へ伝わり。何、そんなことが許されるか。咎める使者を小松に送るのじゃ。お咎めの使者ですか？親のものはこのもの、天下の常識にございます。そうお伝えくださいませ。真実かはさておき、とてもユーモアあふれる人物でもあったようです。その一方で非常に人情深く家族思いであったそう。高野山へ追放された父上や信繁殿は元気でしょうか？向こうも暮らしは厳しいはずです。私たちも倹約に努め、少しでも多くの仕送りをいたしましょう。そこまで父上たちのことを大事にしてくれるとは、わしは嬉しいぞ。当然です、私たちは家族なのですから。表面上分裂した真田家でしたが、その心はしっかりとつながっていたのでしょうね。また信行が居城を離れることが多くなった時には、まだ若い長男を支え盛り立てたそうです。この礎が幕末まで真田家が存続し続けた一つの要因かもしれませんね。そんな小松姫にも最後の時が迫っていました。ごほほ、風邪をこじらせてしまいました。療養のために湯治へ向かうとしましょう。ですが湯治に向かう最中、体調が悪化し危篤状態となってしまいました。小松よ、大事ないか。話を聞き飛んで参ったぞ。ああ、信行様に会えてよかった。私はもうダメそうです。ですので最後に一つだけ。なんじゃ、耳打ちじゃな。言うてみよう。もう今日の方をお呼びになって構いませぬよ。なぜそれを。いや、まだ元気でいてくれ。こうして小松姫は最愛の人に見届けられこの世を去ります。享年48歳、才色兼備な女性の最後でした。また今日の方とは信行が恋に落ちた女性だったとされますが、その後に身を結ぶことはありませんでした。信行の最愛の女性は小松姫だったからでしょうかね。ぜひコメントで皆さんの意見を教えてくださいね。小松が亡くなり我が家の灯火が消えたか。じゃがこの家はわしが守り抜いてみせる。その後93歳まで生き抜き、家を支えた信行の紹介もしていますので、概要欄からチェックしてみてくださいね。皆さんこんにちは、小道寺です。このチャンネルでは戦国時代の武将たちを紹介しています。面白いと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。リクエストやコメントもお待ちしております。